皆さん、おはようございます。ヨッシーです。今日も、ビックリマン、ワンダーコレクション、やっていきたいと思います。はい、ということで皆さん、今日もよろしくお願いします。本日の動画なんですが、皆様、報酬の取り忘れございませんか？私ですね、X の方を見ていたら、ヨッシー、報酬を取り忘れているということに気づいてしまったわけでございます。なのでまあね、今日はですね、おそらく尺の短い動画になっていますが、見ていってください。皆さんももしかしたら取り忘れているかもしれないんで、一緒に見ていきましょう。はい、ということで、早速やっていくんですが、皆様、こちらの期間限定クエストあるじゃないですか。こちらの期間限定クエストの、このボスクエスト、この昇降士のシールがもらえる、このボスクエストっつうのは、実は何回か行くことができます。っていうのも、このボスクエストに挑むアイテムっていうのを、このイベントクエストをやっていると手に入れていて、で、それを使ってボスクエストにまた挑めるっていうね。で、挑んでアイテムを手に入れることができますよっていう内容だったみたいなんですよ。はい。なんですが、まあ、ちょっと恥ずかしいからちょっと小声で言うんだけど、ヨッシーですね、これに気づかなかったんですよ。だから、もしかしたら気づいていない人がいると思って、今回動画にしました。はい。ちょっと恥ずかしいね。こうやって動画にするのも恥ずかしいんですが、もしかしたら私と一緒で知らない人がいるかもしれない。その人たちに知っていただければですね、私の心も救われます。この恥ずかしい感情すらもね、どっかに飛んでってくれるんで、誰かしら知らなかったらいいな。うん。ということで早速やっていくか。で、まあこれね、敵強くないんで、もう適当なパーティーでいいです。正直。どんなパーティーでも大体勝てると思います。はい。全然難しくないので、こちらの方周回していただいて、で、まあ、せっかくね、豪華アイテムがあるのでですね、絶対豪華アイテムを皆さん手に入れましょう。うん、じゃないともったいないです。うん。こんなに豪華なアイテムをいただけるのに、もらえないっつうのはもったいない。意外と硬えな。意外と硬えな。ちょっとごめんなさい。適当なやつじゃダメだね。うん。普通に喋ってたら、意外と家庭じゃねえか、こいつ。うん、知らなかった。しかも反対属性だしね。うん、だからまあ皆さん、ぜひね、属性はちゃんと合わせた方がいいかもしれない。いや、普通に勝てると思って適当に組んだけど、これはちょっと時間の無駄になってしまうので、なるべくね、有利属性のキャラクター入れていきましょう。で、もう一つがここです。ここも4回いけるんで、しっかりといきましょう。みんなこの報酬見てくださいよ。スキル賞もらえるんで、めちゃくちゃおすすめですよ。絶対に行きましょうね。で、今回の敵が緑属性なので、しっかりと赤属性パーティー作っていきましょう。よし。これちょうどね、ダメチャレで組んでた赤属性パーティーがあったんで、このまま行きたいと思います。はい。まあこれでちょろっと勝てると思います。うん。で、まあこれ4回やっていただいて、しっかりと皆さんね、報酬ゲットしましょう。いや、マジでもったいないよ、これ行かないと。マジで知らなかった。うん。知っとけよって感じかもしれないけれども、もう普通にスルーしてたわ。クリアするのに必死になっちゃって、ちょっとね、完全にね、ここ見落としてた。X でね、教えていただいた方々、本当にありがとうございました。助かりました。危なかった、本当に。はい。で、3つ目がですね、もうちょっと先に行ってください。もうちょっと先に行くと、ここのね、スーパーデビル。こいつで最後ですね。ここを取っていきましょう。はい。ではね、相手は貴族性だったんで、紫パーティーでもう一気にゴリ押しして勝っていくということで、うん。まあこれをね、4回周回していただいて、まあ、4回報酬いただけると。美味しいよ。うん。めちゃめちゃ美味しいんで、皆さん絶対にね、ゲットしてください。はい。まあちょっとね、本当にね、今日もね、あんまり内容のない動画になってしまっている。それに関して本当に申し訳ないと思ってるんですが、許してね、みんな。みんな優しいから、許してくれると思う。ありがとう。はい。こんな風にですね、超豪華な報酬がもらえるということになってます。はい。っていうのがね、ヨッシーの取り忘れていた超豪華アイテムでございました。マジで豪華なんだよ。なんで、ぜひね、忘れていた方はですね、取りに行きましょう。で、もうイベントがあと1日で終わってしまいます。なので皆さん取り忘れとないようにしっかりとやっておきましょう。はい。皆さんこちらしっかりと終わりましたか？はい。まあ、大体やってたらね、このポイントも溜まって終わると思いますんで、しっかり終わらせてください。あとは、ボスクエストですね。ここもしっかりと消費しておきましょう。まあ、これはシールド取り行ってたら、勝手に溜まるんでね、まあ、ボス、パッパッパッと倒しておきましょう。はい。で、チャレンジクエストももう終わってると思いますが、一応皆さんね、終わっているかしっかりと確認していただいて、まあ、このイベントをね、終わらせましょう。で、この交換所の方は日にちがまだあるので、ここは大丈夫です。なので、まずイベントの方しっかりと皆さん終わっているか確認して、終わらせておいてください。はい。ということで、また新しいイベントが来るのがすごい楽しみだね。チン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 。はい。ということでね、本日の動画は以上になっております。内容なかったなぁ。これはまた怒られちまうかなぁ。でもね、あのアイテムの存在知らなかったからさ、みんなにちょっとしてほしかったんだ。はい。ちょっと恥ずかしいな。そう考えたら。本当にちょっと恥ずかしいな。まあ、でもね、誰かしら助かってくれたらね、ちょっと嬉しいです。ということで最後にチョコレートを食べていきたいと思います。それでは本日も食べていきたいと思います。呪術廻戦マンチョコ。ちょっともう今上だけ開封した。はい。なのでシールの方を一緒に見ていきましょう。本日のシールはこちら。じゃじゃーん！ナナミンだ。これは被ってないぞ。初ゲット、ナナミン。はい。ということで、見事ナナミンをゲットすることができました。皆さんありがとうございます。いやー、呪術廻戦のファンとしては、やっぱりこういうシールになってくれるっていうのも嬉しいね。うん。で、まあ、ビックリマンっていろいろコラボしてくれてるから、マジでいいよね。このシールって本当にテンション上がると思う。はい。いただきまーす。うん。皆さん3連休何してますか？僕はですね、飲食店なんで、一番忙しい時期です。みんながね、お休みの時はね、私結構忙しいんですよ。はい。一番動画作りたいんだけどね。作るのが一番難しいの。いただきます。でもさ、やっぱりたくさんの人が見てくれるから、マジでモチベーション上がるし、コメントもいただけるし、もうこんなね、幸せなことはない。こんなさ、なんか、大して面白くない動画にさ、そうやって言ってくれて、本当に嬉しいです。はい。もっともっとみんなが楽しめるようにね、努力していくんで、ぜひとも皆さんよろしくお願いします。さあ、いただきます。それでは、最後の一口、いただきます。うん。はい、ということで、本日の動画は以上になっております。最後までご視聴いただき、誠にありがとうございました。皆さん、良いお休みをお過ごしください。体調には気をつけて。ではまた次回お会いしましょう。じゃあね、バイバイ。